ウィックローはアイルランドのウィックロー州の州都である。アイルランド語の町名は、葉のない人の境界の意味である。首都ダブリンの南にあり、アイルランドの東海岸にある。この町は6835人の人口がある。郊外の人口も加えると12675人となる。町はダブリンとウィックスフォードを結ぶ N11 国道沿いにある。ウィックローには、 鉄道が走っており、ダブリンコミューターサービスが街まで伸びている。このコミューターサービスは、アークローやウェックスフォードやフェリーの港であるロスレアにも結ばれている。また、街には商業港が存在し、材木の輸入に使用されている。地方の歴史によると、ウィックローの街は、おそらくバイキングにより870年頃作られたと言われている。ウィックローの名前は、 バイキングの草原の意味であるバイキングロ、あるいはバイキングの入り江の意味であるバイキンロが語源となっている。街の海岸線の地形や周辺の地域の豊かな農作物の存在から、この地方に9世紀前に居住者が存在しても驚くことではない。アイルランド語の名前であるシルマ・ハントンの語源には、その名自体に興味深い言い伝えがある。聖パトリックは海岸の南にある トラバイラホーク海岸に上陸を試みたと言われている。その時、敵対的な現地民は上陸部隊を攻撃し、その攻撃により聖者は前歯を失うことになった。彼はマンタックと知られ、町に戻り、教会を建てた。それから名前がついたと言われている。シルマハントンは、歯のない人の教会の意味である。しかし、そのような聖者が存在し、それをもとに、 シルマンタインの名を地名にしたということには、証拠、物証、記録が存在しない。英語の名前であるウィクロは、もともとのアイルランド語の名前であるシルマファントンとは、何の関係もなく付けられた。この地域を支配した、ノルマン人は、ゲール語の地名を使用することを好まなかった。ノルマン人の影響は、今日も町の地名の一部と家系の名前に残っている。ノルマン人の信仰後、ウィクロは、 上陸を防ぐための要塞として、モーリス・フィッツ・ジェラルドが、ブラック・キャッスルを建築することを許した。この城は現在南の浜に城跡として残っている。ウィック・ロー州の周囲は、青銅器時代の遺跡が多い。町で最も古い建物は、フランシスコ海の修道院で、大通りの西の端にあり、カトリック教会の敷地内にある。他の有名な建物にタウンホールと刑務所がある。 これらは1702年に建造され、最近遺跡の中心と観光名所として修理されている。東のブレークウォーターは、ウィックローの公安委員会により1880年代、初頭に建築されたおそらく町で最も重要な建物である。建物を作った建築家は、ウィリアム・ジョージス・トリペで、建築したものは、ウェストミンスターのジョン・ジャクソンであった。北の特定は、 1909年頃までに完成した。この設計者はジョンパンシング。建築したものはブリストルのルイズノットであった。刑務所は19世紀の終わりまで処刑の場所であった。ビリーバーンが1799年に人生の終わりを迎えたのもここであった。彼の石像が街の広場に建てられている。ウィックローの中央にあるフィッツ・ウィリアム・スクエアは、 ロバート・ハルビン船長の功績を称えた,たものである。彼は1836にウィックローで建造された電話ケーブル船グレート・イースタンの指揮官である。ウィックローの海岸ウィックローの街はウィックローの海岸を取り囲むように存在している。すぐ北には有名な草原で海と東海岸沿いの散歩コースである、ーがある。西側には起伏する丘が存在している。 南側の大きな特徴としては、ブライド岬とウィックロー岬で知られている岩が多い突端が存在し、アイルランドの国土で最も東端の点でもある。1995年以降、アイルランド経済の成長を示すような大きな変化と拡大が生じた。かなりの数の宅地造成が町の南西部のマルトン通り沿いで行われた。最近では住宅造成が町の北西方向で、 近隣の村であるラスニューの方角に行われた2004年のアッシュフォードラスニュー間のバイパスの完成により 42km 北にあるダブリンとウィックローの間は国道と高速道路の2本の道で結ばれることになったウィックローがダブリンのベッドタウンとしてその重要性が増加したためウィックローとその周辺部の人口は緩やかに増加することとなったありがとうございます